ばんは。今日はお話し会でした。でもね、みんないっぱい来てくれて嬉しかった。ありがとう。明日もあるので、なんか今日待ち時間が長いって言って、なんか完売してたみたいで、待ち時間が長かったって言ってた。明日も待たせちゃうかもしれないけど楽しみに待っててください。ねえ、今日も暑くて大変だったね。もうあとは寝るだけだから、お風呂も入ってご飯も食べた。明日はまとめました。まとめるとね、長く話せますよね。で、今日のパジャマポチャッコ、ここいつちょっと色あせてきた。ラジオアンケート、あ、そう、あの YBS ラジオさんで、山梨の特番のラジオで、私が今日引率したやつがあるんだけど、ツイッターで、それでアンケート答えると、私が事前収録なんだけど、事前収録で皆さんに電話かけるかもみたいな企画もあるので、私と電話ができちゃうっていう、生電話できちゃうっていう、今回の企画は特番を組ませてくれるっていうご連絡があって、なんか希望メンバーとか、誰呼びたいとか、こういう企画やりたいっていうのを提案で送る予定で、でも一人でもいいですかって私が聞いたら、いいよって言ってて、せっかく特番やらせてもらって、いつもはメンバーに助けてもらってたけど、なんか今後やっぱ一人で芸能界やってくってなったら、一人でやらなきゃなと思って、できなくは絶対ないから、ちょっと一人でやってみようと思って、今回は企画も全部これやりたいっていうのも案を送って、そう出しました。そしたら企画結構通って、そう、あの電話のやつがすごくやりたかったので、よくあるじゃん、あのさんまさんのクリスマスのやつとか、あれめっちゃああいうのやりたくて、そう
なので皆さんぜひ送ってください。なんか YBS のアプリをダウンロードしなきゃいけないみたいなんだけど、ちょっとそこが手間かかっちゃうかなと思うんだけど、私の、まあ、最後のお仕事だと思うので、23日に放送されるので、そう、卒業公演の前なのよ。卒業公演の前なので、嬉しい、アンケート出しました、出しました、ありがとう。なんかやっぱね、名前も顔も知ってるファンの方ばかりだから、そういう人が送ってくれるとなんか嬉しい。なので私のファンはもう絶対アプリ入れてください。明日、いつまで、いつまでって書いてあったアンケートのやつ、いつまでとは決まってないのかな。お、期限書いてない。でもまあ12日ぐらいまでに送ってほしいな。私はまだ見れてないんだけど、ちょっと楽しみに。これだけ長いんだよね。最近このリップを買って、ちょっと今やってみよう。リップオイル、ティルティルっていうとこのね、リップオイルを買ったんです。こっちが蜂蜜のただ透明のやつで、こっちがちょっとねラメが入ってるやつ。ちょっと今唇に色がないから、なんかクラランスのリップオイルみたいな感じ。こっちはねほんのりね色がつく感じみたいです。うん、ロースの匂いする。え、持ってる？これ持ってる？これさっきお風呂上がりにこっち塗ってみたんだけど、めっちゃいい。これはハニーリップオイル。こっちがハニーだ。こっちラメっぽい。ラメなのこれ。これラメ入ってないか。でも可愛い。すごい。同じの、ティルティル？どっち使ってるの？めっちゃいいよねこれ。私も今日届いたばっかなんだけど、ほんのりなんかすっぴんで配信するときとか可愛い。なんか今日お話し会でもうちょっとで卒業公演だねみたいなお話になって、なんかみんなすごい私の卒業公演を楽しみにしてくれてるし、なんか私本当に卒業するのかなって思わせてくれるぐらいみんながめちゃくちゃ明るくて、本当マジで楽しくて今日のお話し会。なんか嬉しいなと思って、でも
オンラインだとね、やっぱり対面の方がちゃんと向き合って喋れるから好きなんだけど、オンラインはオンラインでもう今回が最後だから、明日が最後だから、なんかそういうのも噛み締めて、明日はお話し会したいなって思ってます。はい、あと昨日オンデマ、みんな見てくれてたかな、昨日私のファンの方結構いて、まあ10人いかないぐらい行ったんだけど、オンデマではみんな見てて、たくさん映ってたよってすごい言ってくれてて、たくさんB 最後だったのでめっちゃ映ってて、めっちゃ私の方にカメラ来るなって目線感じたから、めっちゃカメラ目線して、タンポポの決心で初めてカメラ目線した。あの曲はなんかあんまりカメラをガン見する曲じゃないなと思ったから、いつも見てなかったんだけど、最後だから多分オンデマで見てる人のが多いから、みんなのためにカメラ見ました。タンポポの決心でカメラ目線になってたかな。そう、みんな生誕並みに映ってたって言ってた。なんか友達も見てくれてて、なんか今日表情の使い方とかめちゃくちゃ良かったよって連絡もらってめっちゃ嬉しかった。この髪がめっちゃ気になる、切ろうかな。画面越しでも最強に可愛かったよ、ありがとう。なんか天国野郎のとこで直前までいつも何も考えないのよ。で何も考えないでその場で考えるんだけど、昨日は短冊、七夕で短冊にみんなのお願い事が書いてあって、天国野郎で出てた4人ので、ハルピョンがラビットジャンプで月まで行きますようにって言って、最初ラビットジャンプで月まで行けるか突っ込んでたのね。でその後なんかだな、ハルピョンになって、私にもラビットジャンプさせてって急にキャラ変してめっちゃジャンプするっていうなんか変なやつだったんですけど、え、めっちゃ面白かったって言ってる、本当に。はい、あれはもう即興で考えてなんか楽しかった、なんか緊張せずに、なんか悔いない、もうチームB公演もほんと悔いないです。うん、ほんとに悔いないわーと思って、ダンスも間違えなかったし、しかも歌も上手になったねって言われたし、やっぱ卒業公演ソロあるからちょっと練習してるんだけど、それがなんかみんなに分かったみたいで嬉しい。ご来場の皆さん、 AKB48 チーム B の左友彩香でございます。大変厳しい時代がやってまいりましたが、この劇場にお越しいただいたからには外のことは一切忘れて全力で大騒ぎしようじゃありませんか、バカ騒ぎしようじゃありませんか、推しているメンバーはもちろんのこと、そうではないメンバーにも恋の続く限り声援をよろしくお願いします。盛り上がっても3400円、盛り上がらなくても3400円でございます。不
気を吹き飛ばすのは、日本の未来を変えるのは、あなた、あなた、あなた、皆さんなのです。行くぞ。ちょっと口が空回りして、なんか言葉うまく聞こえない部分あったと思うんですけど、もう私には上出来です。普段から結構噛むこと多いので、もうね、もう上出来、頑張った自分って感じ。でも私喋りながらなんか移動できないから、もうずっとセンターでいいやと思って、ずっとセンターに。あれはもう、もうみんなすごいよ、歩いてセリフ言えんの。私はもう止まっていました。なんかチーム B の思い出とかみんなある？これ良かったよとかさ、この曲好きだったとか、あー、ユニットが極端なとこ、やっぱ全部だよね。天国やろ、いろんなの。でもウサギだけやってないかも。ロリータ、制服、蕎麦屋、ガソスタ、ポリス、ナース、鏡越しの口移しのチョコレート、春一番がフック頃とタンポポの決心が好き。私春一番が咲く頃でマジで泣きそうになっちゃって、やばかった、マジでやばかった。タンポポの決心の感想のステップ素晴らしくていつも感動してた。あ、これでしょ、これでしょ。あそこはなんかカッコつけてる、カッコつけるやつなのかなと思って、いつも首を入れちゃうのが癖なんです。気づいてくれて嬉しい。ちょっと恥ずかしいな。アイドルの夜明け1曲目からですね。私は緑の衣装で、で脱いで黄色のワンピースで、で特攻服黒でしたね。もう初日から変わらず同じ衣装でした。好きと言えばよかった。好き、昨日マリアが見に来てくれたの。マリアが見に来てくれて、で左屋の好きと言えばよかった、めちゃ上手だったって言われて、あの曲絶対好きでしょって言われて、うん、あの曲に命かけてるって言っといた。ダンス曲が、チーム B ってダンス曲ないじゃん。であの曲ぐらいしかこう見せる曲っていうのがないから、あと横須賀カーブしかないから、なんか私は結構ダンス可愛いキャハンみたいなより、なんかダンス踊る方が好きだから、そこであの目に留まるようなダンスを心がけてたな。懐かしいな。なんか意外とポカーンとしてるって言われるけど、あ、もちろん自分でもポカーンとしてるし、セリフ忘れたりとか結構なんかドジみたいなとこ多いんだけど、なんか自分なりに成長しようと頑張ってたなって今思った。すごい、みんな思い出語ってくれてるやん。残念少女見たかった。私もあの衣装着たかった。衣装かいっていうね。ありがとうと好きと言えばよかったが好きだな。ありがとう、本当にいい曲だよね。私あのチーム B じゃなかったらありがとうを卒業公演で歌いたいぐらい好き。上手に座るとオープニングから目を合わせてくれるところが好き。
そうだね、私4番にいて、まあ上手に私が結構行くから上手に私のファンが多いんだけど、もうチェン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 でこれ更新する時にも絶対上手をチェックして、ピンクと紫のペンライトがあるかなって確認して、もうファンとめっちゃ目合わせて、本当はこうまっすぐやるんだけど、私はもうずっとこっち向いてます。もう最後の最後、もう卒業発表してからは特にファンの方と目を合わせることを意識してたね。そういう見せる曲、好きと言えばよかったとか横須賀カーブ以外は絶対ファンの人と目を合わせられるようにしてた。やっぱ横須賀カーブ好き、ウレピー、この公演振りコピいっぱいできるから好き。どこの部分、例えば初日から見てるからめっちゃ成長してるよ。どこが成長した、教えて好きといえばのダンス本当にかっこいい、嬉しい。みんな成長してるって言ってくれてる。ああしたね、好きなんだっけ、女子高生はやめられないの最後じゃんけんして負けた人クマを置きに行ってみたいな。で最初に負けたらクマを置きに行くんだけど、置きに行って帰ってくる時にちょっと時間が余るからこう上手通るのよ。その時に私のファンとこうじゃんけんして1位につくっていうのやってた。懐かしいね。上手はピンク紫エリア、そうやっぱり上手に私のファンがさんいたから、こう薄めて見るとピンクと紫めっちゃ多みたいな。嬉しかったわよ。劇場公演は一度しか行けなかったけど、ヒダヤちゃんのダンスをずっと目で追えるのが幸せでした。そんなこと言ってくれる、言ってくれて私も幸せです。そうだね、チーム系でもよかったけど、アイラルチーム B にいてくれてよかった。だってチーム B って結構女の人が多くて、ちょっと見に行ってみようかなっていう女の人が多かったなって思うの。チーム K に比べて女性席がこうペンライトが決まった色じゃなくてただ座ってる女性が多くて、そこからファンになってくれた女の子が多かったなって気がするので、私が今チーム K とか他のチームだったら、なんか女の子のファンはこんなについてなかったのかなって思って、でも本当にこうやってファンになってくれた子も何かの縁だなって思うから感謝してるし大切にしたいなって思います。この先も。あ、 MC 上手くなった。私がチーム B 公演で成長したと思うことは何ですかって言われたら MC かなって思う。ダンスはもちろんなんか上手くなったとか自分ではあんまりわからないんだけど、 MC は自分でもすごいこうスラスラなんかこのなんていうのワードも出てくるし、頭の回転がこう早くなったっていうか、もうどん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 言葉が出てくるし、相手の話を理解して、あ、じゃあこんなこと言うから、あ、じゃあこうやって言おうとか、短時間で回転が早くなって、それをちゃんとまとめて言えるようになったなっていう。だから本当ラジオも楽しみにしててください。この間の渋谷のラジオも多分聞きやすかったって方がいっぱいいたので、ちょっとソロラジオもう緊張は全然してなくて楽しみだから、しかも山梨の YBS ラジオさんなんで、山梨に流れるやつだから、でラジコからみんなも聞けるのかな23日。待って、ひらひらの帽子も似合ってた。タンポポの決心ね。
そうね、チーム B じゃなかったら MC も上手になってなかったかも。なんか私は結構最年長の方だったから、こう結構喋りやすくて何でも言えるっていうか、緊張しなかったの、後輩ばかりだったから。でも先輩いると私気使っちゃうから、チーム K の時はよく気使ってたんだけど、チーム B だからこそこう自分も成長できたんかなって思う。結局劇場もお話し会とかも行く勇気出なくて行けずに左合い卒業しちゃう。じゃあ卒業公演応募してみて。24日7月24日、卒業後もみんなと会えるなんかイベントしたいと思ってるから、ぜひ。そう、 B になってから急にファン増えた。今日あれでも言ったんだけど、あれにも書いたんだけど、お話し会の当たりのサインカードにも書いたんだけど、なんか結構なみんなに9年間ありがとう、出会ってくれてありがとうって書いたんだけど、見つけてくれてありがとう。本当に私はいろんな人に好きになってもらえるようにまあパフォーマンスしたりとか見せ方研究したりとかしてて、なんかそれを見つけてくれるのって私がいいって思ったからじゃん。本当に見つけてくれてありがとうって感じです。で、この間のチーム B、 昨日のチーム B 公演の MC、 4人 MC の時になんかメールの話になって、私みんな一人一人自分のメールのあのセールスポイントみたいのを言って、ぜひ取ってくださいっていう、今3人取れるんだって。でも私はもう7月24で卒業なので、取る人はあんまりいないかと思うんで、この短期間でも取りたくなるってっていうなんかこう案とかあるっていうのをメンバーに聞いた時に、あのツーショットとかを載せたらファンは喜ぶよっていうのをメンバーが言ってて、え、じゃあ載せますっていうことで、あのね、その時いた3人をとのツーショットをメールに載せますって宣言したから、昨日あのさとみなの写真載せて、今日はあのセナタはその MC に行けなかったけど、セナタの写真載せて、あとナーミンと、あとあと誰だ、あとレミタンか、サトミナの写真めっちゃ良かった、いいでしょ、可愛いんだよね。美人さんでパフォーマンスビシッと決まるメンバーさんなかなかいないから嬉しい。なんかね、私はなんか踊るのもちろん好きだけど、なんか もしこれからなんかアイドルもう一回やってくださいみたいに言われたら、アイドルじゃなくてパフォーマンスグループに入りたいって思う。予定はないですが、なんかそっちの方が自分に合ってるなとは思う。ダンスとかを踊る方のが合ってるなって。もうなんかさ、チーム B 公演ももちろん疲れるんだけど、なんか物足りないのね。だから好きと言えばよかったと、横須賀カーブ来た時によし、おーってなるの自分の。なんか楽しみみたいな、その曲の前。
もう踊ることはないよね。ないよね、踊ること。 TikTok とかなんかでもね、ライブ会場とかで踊ることしたいけど、なんか1年後2年後経っちゃうと、もうあの基盤が緩んで、体の基盤緩んで踊れなくなりそう。錆びちゃいそう、私の体私アイドルじゃなかったら何のお仕事してた？何の仕事してたかな。でもなんかみんなと同じっていうのが私昔から嫌いで、なんか変わったことが好きだったから、みんながやらなそうな習い事も親に絶対やりたいって言って、まあフィギュアスケートとかやってたし、そう、あのなんか人と同じっていうのが昔から嫌いだったから、だから多分芸能界も目指したんだと思うんだけど、そう、だからなんか人と違う仕事をしてたかあんま一般的ではない仕事をしてたかも。何かミュージカルとか出演しないですか？私ね、なんか舞台はあんまりで結構もうやりきったかなって感じ。舞台そっち系は はい、ということでそろそろ終わろうかな。ねえ、懐かしい。なんか舞台のそのロミジュリやったりとか、めっちゃあざとい役やったりとか、いろいろ経験させてもらったなって感じ。でも本当に活動に悔いはなくて、あ、ユミコもやったねそう、なんか9年間本当にありがとうございましたって感じです。うん、ただね、一つなんか自分でも、うん、悔しい、ごめんねって思うことは、最近ファンになってくれた方がいるから、その方たちになんかもっと私があの演技してるとことか、ステージで踊ってるとことか、もっといろんな景色を一緒に見させてあげたかったなっていうのはすごく思ってて、でももう決めたことだし、それもそれでね、運命なのかなと思って。ただね、それだけがちょっともっといる、もう今の今言ってくれてるファンにも、2014年に一回一緒にタイムスリップしようって言いたいぐらい、あの2014年から全部私の活動記録をみんなで回りたいぐらい、昔から私のなんか人生っていうか活動をなんか見てほしかったなっていうぐらいかな。そう、でもこれからあの多分私の劇場公演コンサートぐらいしか見てないと思うから、これからソロで芸能界で頑張った時にまたいろいろな景色をみんなと見ていられるように私も頑張っていきたいから、卒業後もお願いします。
山梨コンサートが一番最高の思い出です。いやそうだよね、山梨コンサートあんないいコンサートなかった。はーいってみんなありがとう、本当にありがとうございます。じゃあ一生の推しメン、ここにねいるみんなは一生の推しメンだと信じてるよ。劇場公演も行くことないでしょ、だってみんな行ったら、私あれ誰か好きだったんだまあまあいいけどって なるよねじゃあ読みますね。1位キャプテンアクアさん、2位ナハハンさん、3位ピータさん、4位サトシーさん、5位ピアノマンさん、6位ゆずき、7位かっちゃん、8位のぶさん、9位かもちゃん、10位みんみんさん、11位あきらさん、12位上とっち、13位よだともさんです。ありがとう。明日もオンラインお話し会、16時15分からあるので、明日来る人はい、お楽しみにしてますよ。何着てこうかな、でも最近服が届きすぎて自分でも買ったりしてて、ちょっと今から決めます。ありがとう、みんな大好き、バイバーイ、おやすみなさい。